よバイス、こんにちは。なんか一応報告動画とかなんか最近ね、いろいろ謝罪動画とかいろいろあると思うんですけど、僕もね、ちょっと前入院したじゃないですか。で、入院して、なんか帰ってきて、お葬式みたいな動画あげたじゃないですか。で、あの後ね、いろいろ考えまして、やっぱ YouTube ってお葬式する場所じゃねえな、みたいな。もう6年やってますから、なんか YouTube 上でお葬式をやるのもどうかな、ということでね、ちょっとこんにちは、ということなんですけど、夏休み、動画、7本か8本ぐらいあげました。ありがとうございます。最近なんかすごく、楽しく、プレッシャーとかなく、楽しくやろうということで、ニコニコ笑いながら YouTube やれてるので、クソ元気です。はい。クソ元気なんで、ちょっとやっぱり、ちょっともうちょっと面白くなりたいっていうのがやっぱ僕もちょっと最近出てきて、なんかいろんな人になんか、佐野さん天才ですねとか、佐野さん面白いですね、企画力最強ですとか、なんかこう言われ続けるのはすごい嬉しいんですけど、お山の大将みたいになるのあんま良くないなと思ってて、やっぱ僕としてはなんかもうちょっと面白くなりたいというか、ちょっとまだね、なんかこうテレビの放送作家さんとかよりはそんな大したことないのかな、企画力とか思うし、やっぱもっと面白くなりたいし、まあ、25なんで、まだ人生まだね25なんで、まあ、全然3分の1とか4分の1レベルなんで、僕やっぱね面白い人とか楽しい人とかと一緒に面白い話とか楽しい話とかしてる時の方が企画が浮かぶんですよ。だからやっぱ元気な時はバンバン面白いもの浮かぶし、元気じゃない時はやっぱ一人で閉じこもっちゃうと、なんか全然ね、どうしたみたいな動画しか上げないじゃないですか、僕。波がすごいんで。僕が元気ない時って本当にクソ動画しか上がんないし、めちゃくちゃ楽しい時っていうのはもう今年の夏みたいにパンパン浮かぶんで、仕事なわけじゃないですか、YouTube もね。これで飯食ってるわけだから、やっぱ自分もなんかずっと楽しい雰囲気、ポジティブな雰囲気、面白い雰囲気で生活して落ちないようにやっていきたいなと思うんで、まあ、そんな中でちょっと今最近自分の環境に疑問を持ってるんですよ。だからなんか、佐野さんは天才ですとか、佐野さんは面白いですって言われるだけだったら、ちょっとこれ以上成長するのかなと思って。ね、別にハーバードさんにはめちゃくちゃお世話になってるし、今からも会いに行っていろいろ会議とかするんですけど、今までね、結構なんか一匹狼みたいな感じでこう、なんか一人でね、こう、閉じこもってやってきたんですけど、やっぱいろんなね、テレビの放送作家さんとか、結構面白い人とか、YouTuber の人とかとご飯行ったりとか、そういうこともしていった方が、これから先の成長につながるのかなと思ったので、放送作家をやりたいです。ちょっとなんか、僕のこれ思いなんですけど、昔、90年代とか、まあ、2000年代とかですよね、やっぱ昔テレビのバラエティとかめちゃくちゃ面白かったんですよ。なんか、やっぱテレビの規制が厳しくなったのか知らないですけど、やっぱどんどんバラエティ番組が減っていって、で、今度 YouTuber が、じゃあ面白いのかみたいな感じになったと思うんですけど、まあでもだからといってね、YouTuber もなんか、ね、規制が、ね、あるからみたいな感じになって、いろいろね、ネット番組とかあると思うんですけど、やっぱりこう僕は、稼ぎたくて YouTube やったとか、チヤホヤされたくて YouTube やったわけじゃなくて、やっぱ面白い動画を作って面白い動画を評価されたいっていう、こう、面白いっていうところに結構、重きを置いてるとか、もう重きを置いてるっていうか、もう面白いことをしたくて YouTube 始めたんで、だから面白い、ものを作り続けたいなって僕も思ってて、三能物語をやめることはしないし、三能物語で活動はね、まあ、全然これからも変わらずやっていこうと思うんですけど、面白いものを作り続けたいと思いは強くて、まあテレビなのかネット番組なのか、それから YouTuber の YouTube 番組みたいなのか何かわかんないんですけど、僕が携わることでなんかこう面白い番組とかプロジェクトとか動かせるのであれば、ちょっと喜んでやりたいなと思ってて、ちょっと一件決まりそうなんですよね。早くも。なんか作家デビューとか言うとちょっとおこがましいんですけど、ちょっと一件その決まりそうで、まあそれ決まったらまた言おうと思ってるんですけど、まあファッション性がある放送作家になりたいなと思って、なんか服のブランドの人とかって、この人が作る服は何でも好きとか、やっぱアーティストさんでもこの人が作る音楽はこう、やっぱ何を作っても好きみたいなのあると思うんで、やっぱそう。で、あ、三能が考えれば面白くなるなとか、なんか三能が携われば番組とか企画とか面白くなるなってこう思ってもらえるような、ちょっと三能だからって言ってもらえるような、ちょっとなんかファッション性がある企画を考えれる人に僕もなっていきたいし、 YouTube とかだったらなんか三能は企画力最強とか言われますけど、全然そんなことないと思うし、他にもテレビとかね、ほんともっと面白いことが浮かぶ人もやっぱいるなと思うんで、やっぱそういう人たちに生まれてじゃないですけど、こうそういう人たちと一緒にいることで三能物語もクリエイターとしてね、面白いものを作れる人間として成長できたらいいなと思うので、ちょっとツイッターを開設しました。概要欄から飛べます。ツイッターログアウトしてる間になんか乗っ取られちゃいまして、フォロワー4万人ぐらいのアカウントなくなっちゃったんですけど、ちょっと新しくツイッターを、作りました。概要欄に
ツイッターで、DM を開放しますんで、で、このツイッターのアカウントは僕とハーバードが、二人で、管理してるので、他にもなんかお仕事とか、そういうこと、よかったら、うちのプロジェクトに入ってほしいとかね、要は、うちに企画考えてほしいっていうお仕事があれば、DM、ぜひぜひお待ちしてます。まあ、お仕事じゃなくても、まあ、最近ね、やっぱりこう、自分の中でこう、楽しく生きるとか、毎日ポジティブに生きるっていうことを結構意識して生きてるので、まあ、ちょっとね、今まで一人でこもってたんですけど、まあ、本当に予定が合えば、ぜひ面白い話とか、企画論とか、どうやったら面白くなるかとか、そういう楽しい話とか、をしていけたらいいなと思うので、ちょっと新しい、人間関係じゃないですけど、ちょっと環境をもうちょっと、刺激的なものにしていきたいなと思いもあるので、なんか僕とご飯行きたいなって人、全員には行けないと思うんですけど、僕とご飯行きたいなって人がいれば、Twitter の DM ください。全部は返せないかもしれないですけど、お互い精進していけるというか、そういう時間を過ごせるのであれば、ぜひ、ご飯一緒に行かせていただきたいなと思うので、それを誘い、DM で待ってます。Twitter で待ってます。そして、サブチャンネルを動かします。これ何年ぶりですかね。もう僕が豚まんみたいだった時以来からやってなかったんですけど、三能高弘も人間ですというタイトルのサブチャンネルが動きます。まあこれもね、そろそろこうなんかね、こう、プライベートと、YouTube のテンションがこう、いい意味で作らなくなったというか、自然にこうね、喋れるようになったので、前はね、僕が普段どんな感じのこと考えてるかとか、ちょっと、まあ、僕のプライベートとか、まあ、ちょっとそういうこととかをちょっと、プライベートチャンネルということで、三能高弘は人間ですという、サブチャンネルを作ったので、更新していくので、よかったらよろしくお願いします。ちょっとね、ハーバードとのラジオコーナーも、ハーバードと三能のラジオコーナーもね、ちょっと考えてて、いろいろ話とか聞いてもらえたらなと思います。という報告でした。三能物語、はやめないので、三能物語がさらにこう、面白いものが作れるように、面白い企画とか浮かぶように、こう、ね、環境をちょっと変えて、なんか数字を追いかけてるとクソつまんなくなるんで、まあ僕はね、つまんない動画上げたくないなって思うので、まあつまんない動画上げちゃう時もありますけどね、面白くなっていきたいなと思うので、面白いものを作れるように、面白いものを作る最前線にいたいということで、まあ、三能物語と、まあ、放送作家の、まあ三能高弘として、二つの道を、ね、歩んでいけたらいいかなと思ってるので、ぜひお仕事、お待ちしております。ツイッターの DM お待ちしております。本当にね、珍しく伸ばしてるんですけどね、浮かびそうじゃんこいつ。今は止めないで前に行くから、カラー。